現在、日米豪共同訓練コープノース22が実施されているのをキャッチしました。今回は、このコープノース22を詳しく見ていきますね。US2救難飛行艇が参加しています。これは、日本が誇る救難飛行艇ですよね。どんな荒波でも着水できます。2022年2月2日、水から2月18日、金までの日程で、グアム島のアンダーセン空軍基地を拠点とした、サイパン島、テニアン島、ロタ島、ファラリョンでメディニラ島などのマリアナ諸島周辺で開催される、コープノース22、共同訓練に、航空自衛隊の F-15J、DJ、イーグル、F-2 戦闘機などのほか、海上自衛隊の救難飛行艇 US-2 などが参加している。コープノース22は、1978年から、アメリカ太平洋空軍の主催で、アンダーセン空軍基地を拠点として、毎年開催されている多国共同訓練で、戦闘機部隊の大規模作戦やアメリカ空軍、航空自衛隊、オーストラリア空軍間における相互運用性と任務への即応性を高め、HA、DR、人道支援、災害救援にも重点が置かれる共同訓練である。今回の共同訓練には、アメリカ空軍、日本の航空自衛隊と海上自衛隊、オーストラリア空軍3カ国の戦闘機、早期警戒機、輸送機など約130機、3500名の人員が参加して、機動展開訓練、アジャイル、コンバット、エンプロイメント、エースに重点が置かれた、統合訓練が展開される。具体的な訓練内容としては、防空戦闘訓練、戦術攻撃訓練、空対地、爆撃訓練、捜索救難訓練、機動展開訓練などが予定されていて、さらには、空中給油、近接航空支援なども含まれており、重視されているエースにおいては、3カ国で、共通の通信機能による、通信訓練やウェブ対応による、後方支援能力などの訓練にも注力されると見られている。マリアナ諸島の7つの島にある、10カ所の飛行場を利用しての航空機出撃回数においては、2000ソーティー以上となる計画とされている。また、今回は、アメリカ、オーストラリア、日本の3カ国の他に、フランス空軍とシンガポール空軍、そして2021年に開催された、コープノース21、オブザーバーとして、プログラムを視察したインド空軍が、HA、DR 訓練に、初めて参加するなど、インド太平洋地域における、多国間での機動展開、航空患者搬送、捜索救難などで、相互連携を確認、強化されることが期待されている。なお、コープノース22のエースなどに参加する航空自衛隊と海上自衛隊の部隊や機数は、航空自衛隊の戦闘機部隊として、北海道千歳基地所属第2航空団の F-15J、DJ 戦闘機6機、福岡県築城基地所属第8航空団の F-2A 戦闘機6機、航空救難団から埼玉、県入間基地所属の U-125A 捜索機1機と UH-60J 救難ヘリコプター1機、航空救難団から静岡県浜松基地飛行警戒管制群の E-767 早期警戒管制機1機、愛知県小松基地第1輸送航空隊の KC-767 空中輸送機1機が参加するほか、航空戦術共同団から入間基地所属の電子戦に対応する電子作戦群も参加し、海上自衛隊からは、山口県岩国基地第71航空隊の US-2 救難飛行艇1機が、第71飛行隊長の川口二等海佐の指揮の下、30名の隊員と共に、初めて参加する。また、HA、DR 訓練への参加部隊は、上記の航空救難団や航空支援集団として、第1輸送航空隊、小牧基地、第2輸送航空隊、入間基地、第3輸送航空隊、美保基地、航空管制を任務とする、航空保安管制軍と航空気象軍が、東京都府中基地から、参加するほか、
愛知県小松基地所属の航空機動衛生隊が、航空機内で、イコンが治療行為を行いながら、重症患者を空中輸送できる、機動衛生ユニットを搭載する C-130H 輸送機と、共に参加を予定している。この機動衛生ユニットには、岐阜基地にある自衛隊岐阜病院のイコン、一等空佐が隊長として乗り組み、医療行為を行うことになっていて、これまでに、東日本大震災など国内の災害において、多数の出動実績があり、その他にも、心臓や肺などの臓器移植を受けるレシピエント患者や、大学病院などでの高度医療を必要とする、地方在住患者の長距離搬送など、ドクターヘリなどで対応できない、重症患者の搬送を行っている。コープノース22に参加する航空機の中で、海上自衛隊の US-2 救難飛行艇が、異彩を放っている。US-2 飛行艇は、新明和工業が主幹となって、川崎重工業、スバル、日本飛行機が協力して開発された国産の水陸両用の飛行艇で、これまでに新明和工業が7機を製造している高性能な飛行艇である。全長 33.25M、全幅 33.15M、全高 10.06M の機体サイズで、ロールス・ロイス製の AE2100J ターボフロップエンジン、出力 4591SHP を4機搭載して、最大離着陸重量 47.7 トン、最大離れ着水重量 43.0 トン、最大速度 580km/h、巡航速度 470km/h、航続距離 4700km。巡航高度 6100km 以上の性能を発揮し、最大離れ着水重量における離水滑走距離は 280m、着水滑走距離 310m と、小さな湾などでも離れ着水が可能だ。現在、世界で運用されている飛行艇は、US-2 とカナダの CL410 の、ロシアの B-200 の3機種しかない。CL415 は空中消火器として設計され、基地に帰還することなく、故障や川などの水源から消火水を補給しながら、山林火災などを消火するのであるが、小さな故障でも、離れ着水できるように、機体全長 19.8M と小型である。ロシアの B-200 は US-2 とほぼ同じサイズの多目的水陸両用機で、旅客輸送、山林火災消火や捜索、救難、さらには、軍事用に、対潜哨戒などにも対応しているが、US-2 と比べて、航続距離が 1400km 短く、最大離着陸重量が、6トン少ないにもかかわらず、離水滑走距離 1000M、着水滑走距離 1300M と長いほか、着水可能波高が UA2 の 3.0M に比べ、B200 は 1.2M であることから、波の穏やかな広い水域でなければ運用が難しく、US-2 の優秀さは群を抜いている。この US-2 を製造している新明和工業の前身は、太平洋戦争当時に、世界最高の性能を誇った旧帝国海軍の二式飛行艇を開発した川西航空機である。二式飛行艇は通称二式大艇と呼ばれ、三菱の火星22型エンジン4機を搭載して航続距離 7000km を発揮し、洋上にある敵艦隊の偵察、捜索、攻撃、爆撃、雷撃を任務とした他に、制空と呼ばれる輸送型も開発された。こうした戦前からの技術を活かして開発された US-2 は、優秀な飛行艇ながらも、2022年時点で海上自衛隊でしか運用されておらず、海外への輸出や民間転用などの計画は、導入コストが高いことがネックとなって進んでいない。防衛省では、2017年から、インドや東南アジア諸国向けとして、性能を低下させることなく、
製造コストダウンを可能にする後継機開発の検討を開始しつつ、民間転用が可能となるように、技術情報開示を進めており、新明和工業が、インドやブルネイなどへの売り込みを図っていて、インドは予算配分が難しいとして、導入には、消極的ながら、インドネシア対ギリシャなどへの売り込みを進めているとされている。コープノース22への初参加によって、US2 の高性能を各国にアピールすることができれば、輸出への道が開ける可能性があるとして、関係者の期待が膨らんでいる。